この度、魔王学院の不適合者公式からですね、とあるお知らせがありました。えー、悲しいお知らせって言ったらいいんですかね。あの、メイン、主人公のあの世役を演じておりました鈴木達久さんが、この度、降、え、板、ー、という形になったというお知らせでございました。うん、まあ正直、今までのね、他のアニメとかの対応とか見ている限りでも、やっぱこうなっちゃったか。 っていうのが、まあ、正直な感想なんですけれども、まあ、正直、あのね、あの主役の声を聞くと、もう他のが受け入れられないというか、もう、これ以上ないぐらいハマっているなっていう印象だったんですよね。ですので、これから魔王垣の不適合者って2期、も分割2クールでやっていくっていうことでね、これから長くやっていくことになるんですけれども、まあ、そのね、あの主役が、今後ね、誰になるかっていうのはまだね、発表されていないんですけれども、うん、これ以上のはまる人がいるのかっていうところでね、 正直、だいぶ違和感が付きまとってくるかもしれないんですけれども、そこら辺どうやってくるのか気になるところですけれどもね。いやー、やっぱりそうなるかっていうところですね。うん。いや、鈴木達久さんのあの巣はめちゃくちゃに好きでした。はい。ということでね、まあ、今回そんな感じで、魔王学院の不適合者のキャスト変更ということでございました。いやー、結構、厳しいですね。それじゃまた。